MJ は、韓国の歌手、俳優であり、韓国の6人組男性アイドルグループはストロ、5人、組トロットパフォーマンスアイドルタソッチャーのメンバーである。本名、キムミョンジュン。大韓民国系気道水原市出身。身長175センチメートル。血液型は、大型。ファンタジョ所属。1994年3月5日。 大韓民国ソウル特別志向ト区に生まれる。2012年12月16日、所属事務所であるファンタジョが展開する新人開発プロジェクトファンタジョ移転園の研修生として入所し、グループ名が決定されるまでは、i t ィーン Boys という歌唱で活動していた。2015年8月にグループ名とメンバーが発表され、同月にウェブドラマ、 アストロの 2BE Continued に出演した。2016年2月23日、6人、組男性アイドルグループはストロとしてデビューした。2018年12月22日から23日に、韓国ソウル特別市 k BS アリーナで開催された、ザ・セカンド・アストロード2ソウル、スター・ライトで、初のソロ曲、テキパキと、を披露し、2019年6月に発売された。 同コンサート DVD に収録された。2019年2月、韓国ドラマ、たった一人の私の味方で、初の OST 収録曲、私の人生のすべてを歌唱した。同月、韓国旅行番組、ハブ2ーツ2ノーのために、ベトナムのニャちゃんを訪問した。3月、同グループのメンバーであるジンジンと共に、朝鮮放送の旅行、バラエティ番組企画、ゴートギャザー」。 トラベルアローに参加した。6月には、インセンクイズショーシーズン2でビートビーのイルフン、今月の少女の中途共同司会を務めた。7月、同グループのメンバーである、ユーサナと共にバラエティトーク番組、ブランケット、キックアットナイトの MC を務めた。8月、ミステリー音楽ショー、覆面花王にドライバーキム役で出演した。2020年4月、韓国ドラマ、 エキセントリック、シェフムーンで OST 収録曲、スイートスプリングを歌唱した。同月、午前2時の、チョグオン、ニューイーストのレン、シンジュヒョップと共に、韓国版ミュージカル、ジェイミーに、ジェイミー役として出演した。本作は、ドラッグクイーンを目指すジェイミーの実話をもとにした、イギリスのミュージカルであり、7月4日から9月11日まで。 江南区の LG アーツセンターで上演された。2020年7月、MBC のフェイバリットエンターテイメントに出演した。チャン・ユン・ジョンが結成した5人組、トロットパフォーマンスアイドル、タソチャンのメンバーに選ばれ、8月22日に MBC、ショー、K-POP の中心でデビューした。グループ内では本名を使用しており、ペンタゴンのフイ、エーシアンのチュ・ヒョクジン。 各四足、奥地ヌクで構成されている。ドラマ、ありがとうございます。